ビアチェスラフ・ビクトロビチ・ボロウジンは、ロシア連邦の政治家、法律学者、大統領府第一副長官、副首相権官房長官、統一ロシア総評議会総書記、国会副議長などを歴任し、国会議長を務めている。1964年2月4日に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国のサラトフに誕生する。1985年に、 ソビエト連邦共産党に入党。1986年に、ミハイル・カリー任名小サラトフ農業機械大学を卒業する。また、後に、ロシア公務員アカデミーを修了している。1986年に教団に立ち、ボルガ州公務員アカデミー国家建設部の監督、管理にあたり、現在は、同アカデミー憲法学教授を務めている。 1990年に、サラトフ市議会議員。1992年に、サラトフ行政府副長官。1994年に、サラトフ州副議長。1996年に、サラトフ州副知事を務める。1996年に、ロシア内務省サンクトペテルブルク大学から、研究論文、ロシアの連邦構成体、県限、法律。 管理の諸問題に対して博士号が授与された。1999年ロシア連邦会員選挙に祖国全ロシアから当選する。当選後は祖国会派の副代表を経て代表となり同年12月に第3期会員副議長となった。2003年ロシア連邦会員選挙でバラコボ小選挙区から立候補して82%の得票で再選される。 第4期国家会議では、会員副議長、統一ロシア会派第一副代表を、2005年から、統一ロシア党総評議会幹部会書期を務め、2007年、ロシア連邦会員選挙で参戦を果たした。2009年に、モスクワ大学公共行政学部国家建設課長に就任した。2010年10月21日に、 副首相兼官房長官だったセルゲイ・ソビアーニンがモスクワ市長に転出したことを受け公認に就任した。2011年12月27日に大統領府第一副長官に任命される。2012年ロシア連邦大統領選挙ではプーチン陣営の選挙対策本部長を務めた。2016年9月23日にプーチン大統領により 次期国会議長に指名された。ロシアでは、大統領は国会議長を任命する権限を持たず、ボロージンが国会議長に就任するためには、国会員での多数の賛成を得なければならない。しかし2016年ロシア連邦会員選挙で、ボロージンの所属する与党の統一ロシアが単独で4分の3以上の議席を獲得する、地滑り的大勝利を収めており、 その上すでに前日の22日には、プーチン大統領が現職のナルイシキン国会議長に対して10月5日から対外情報庁長官を務めるよう任命しているので、このままプーチン大統領の意向を受けて、ボロジ人が次期国会議長に選出される公算が極めて高い。2016年10月5日に国会員が招集されると、 本会議冒頭で450人中404票の賛成をもって国会議長に選出された。有効勲章、功労勲章、祖国功労勲章を受賞した。ありがとうございます。